今回は2017年に念願のクラブ初タイトルを獲得したセレッソ大阪の歴史について紹介します。セレッソは長年 J1 に在籍しながらもあと一歩のところでタイトルを逃し続けてきました。また降格も3度経験し苦しい時代もありました。そんな紆余曲折ありながらクラブ初タイトルにたどり着いたセレッソの歩みをこの動画では紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。セレッソ大阪の前身は1957年創部のヤンマーディーゼルサッカー部です。ヤンマーは JSL で4回、 JSL カップで2回、天皇杯で3回優勝するなど長きにわたって強さを維持しました。そして1993年にヤンマーを母体にセレッソ大阪が発足し、1994年の JFL で優勝を果たしたことにより翌年の J リーグ参入が決まりました。またこの年の天皇杯では J リーグ勢を次々破り準優勝と大健闘しました。J リーグ参入直後は苦しい時代が続きます。初年度の1995年は14チーム中8位と健闘しますが、1996年は13位、1997年は11位、1998年は9位と苦戦します。特に1998年は最終順位こそ9位だったものの、4月のジュビロ磐田戦で J リーグ最多失点となる9失点を喫して敗戦するなど屈辱的なシーズンとなりました。それでも翌年の1999年はファン・ソンホンが得点王、ベストイレブンを獲得するなど圧倒的な攻撃力を見せ、セレッソはリーグ1位の64得点を挙げ、勝ち点53の年間6位と飛躍しました。優勝への期待が高まる中、2000年のファーストステージも西澤明則と森島弘明を中心に抜群の攻撃力を見せ、最終節を残して首位に立ちます。しかし最終節で下位に沈む川崎フロンターレにまさかの敗戦を喫し、勝利した横浜 F マリノスに逆転され、あと一歩のところでステージ優勝を逃しました。するとセカンドステージは勢いが衰え9位に沈んでしまい、年間順位も5位止まりでした。翌年の2001年は前年優勝争いをしたことが嘘のように序盤から低迷し、ファーストステージを14位で終えます。監督交代がありながらもチームを立て直すには至らず、最終的には最下位の16位に沈み、屈辱の J2 降格となってしまいました。前年惜しくも優勝を逃してからわずか1年での転落でした。 J2 での戦いとなった2002年、1年での J1 復帰が期待される中、 J2 優勝こそ逃したものの、第43節で3位のアルビレックス新潟との直接対決に勝利し2位となり、見事1年での J1 復帰を決めました。再び J1 での戦いとなった2003年はファーストステージで5位と健闘しますが、セカンドステージでは12位と低迷します。そして2004年はシーズン当初に監督就任が決定していたナドベザ・ペーターが狭心症の発作により来日できなくなるというアクシデントもあり、ファーストステージから監督交代を繰り返し最下位に沈みます。セカンドステージもファーストステージの低迷を挽回できず、第13節を終え最下位に沈みますが、最後の2節を連勝し最下位を脱出。この年の降格は最下位が入れ替え戦に回るのみであったため、なんとか J1 残留となりました。そして2005年は一転して飛躍します。開幕当初こそつまずいたものの、前年の低迷の原因となった守備の立て直しに成功、攻撃も徐々に噛み合い出し、第19節から第33節まで無敗という圧倒的な成績を残します。そして第33節に大混戦となった優勝争いの中でついに首位に立ちます。最終節、勝てば優勝が決まる FC 東京戦、セレッソは先制点を奪い、あとはアディショナルタイムを残すのみでした。しかしアディショナルタイムに FC 東京に追いつかれ、まさかのドロー、悲願の初優勝をあと一歩のところで逃してしまいました。2000年のファーストステージに続き、またも最終節で優勝を逃す形になりました。結局最終節で勝利した4チームに一気に抜かれる形となり、セレッソは最終順位5位に終わりました。この試合は長居の悲劇と称されました。そしてこれもファーストステージ優勝を惜しくも逃した2000年の翌年と同じく、2006年は開幕から低迷します。シーズン途中で大久保嘉人がスペインのマジョルカから復帰、ジュビロ磐田の七海博士を獲得するなどしてなんとか巻き返しを図りましたが、最後まで三つどもえとなった残留争いから抜け出せず、最終節に川崎フロンターレに敗れ、17位で2度目の J2 降格を喫してしまいました。前年にアディショナルタイムで優勝を逃してから1年、
まさかの大転落となってしまいました。1年での J1 復帰を目指した2007年でしたが、開幕3連敗を喫するなど波に乗り切れず、勝ち点80を記録しながら5位止まりに終わり、J1 昇格はなりませんでした。2008年も惜しくも入れ替え戦圏内の3位に入れず、4位でフィニッシュし、2年連続で昇格を逃しました。一方で積極的に有望な若手を起用したこともあり、若手選手の成長は多く見られました。それもあってか、2006年に入団した香川真司は、2008年に10代ながら日本代表に初選出され、ワールドカップアジア3次予選にも出場を果たしました。そして2009年には、それまでの若手の育成がチームとしても実り、香川や前年途中から所属した乾隆などを中心に圧倒的な攻撃力を見せ、見事2位で4年ぶりの J1 昇格を果たしました。香川は27得点を挙げ、J2 得点王に輝きました。そして J1 昇格初年度の2010年、セレッソは前年の J2 での勢いそのままに、J1 でも好成績を収め、ACL 出場圏内の3位となりました。しかし、2011年には、前年活躍した家永明宏、乾隆の海外移籍などもあり、前年の勢いは衰え、12位に低迷。翌年も14位となるなど、なかなか安定した強さを維持できません。それでも2013年には、柿谷陽一郎をはじめとした若手の活躍もあり、再び成績を上げ、首位まで勝ち点4差の4位と持ち直します。しかし、躍進した年の翌年に落とし穴があるセレッソ。2014年には2度の監督交代もあり、17位に終わり、3度目の J2 降格となってしまいました。三度 J2 での戦いとなった2015年のセレッソは、自動昇格圏内には入れず、リーグ戦を4位で終え、昇格プレイオフ決勝で引き分けに終わったため、J1 昇格を逃してしまいます。翌年の2016年も自動昇格圏内には入れず4位で終えますが、昇格プレイオフを制し3年ぶりの J1 昇格を決めました。これまでも J1 昇格初年度は検討してきたセレッソ。2017年も山村和也や杉本健雄などの攻撃陣を中心に序盤から好調を維持し、前半戦を首位で折り返します。リーグ戦では夏以降調子を落とし、首位の座は明け渡しますが、ルヴァンカップではクラブ初の決勝進出を果たします。そして迎えた決勝戦、同じくクラブ初タイトルを目指す川崎フロンターレと対戦し、見事2対0で勝利。 J リーグ参入から23年、ようやくクラブ初タイトルであるルヴァンカップ優勝を成し遂げました。さらに天皇杯も決勝戦に進むと、決勝で横浜 F マリノスを破り、天皇杯初優勝を果たしました。これまでタイトルから見放されてきたセレッソが、J1 昇格初年度で2冠を獲得するという快挙を成し遂げました。あとはリーグ優勝を残すのみとなりましたが、2018年以降、安定した成績を残せるようになってきたものの、優勝争いに加わるまでには至っていません。2021年は、レビー・クルピが4度目の監督就任、大久保嘉人が15年ぶりに復帰となり、序盤こそ大久保の活躍もあり、順調な滑り出しを見せましたが、怪我人が続出し低迷。クルピは8月で退任となり、最終成績も12位と伸び悩みました。あと一歩のところでリーグ優勝を何度も逃してきたセレッソ。初優勝の際は大きなドラマが待っているかもしれません。長い歴史の中で4度もセレッソ大阪の監督に就いた人物がいました。それは1997年に初めてセレッソを率いたレビー・クルピです。セレッソの歴史はクルピなしに語れないということで、最後に紹介します。クルピが目に見える実績として輝いたのは、2009年の J1 昇格、2010年のリーグ3位、2013年のリーグ4位の3年です。もちろんセレッソの歴史の中で見ればそれだけでも十分な貢献度なのですが、クルピに関して特筆すべき部分は若手の育成です。まず2007年就任時には、それまで守備的ミッドフィルダーの控えだった香川真司を攻撃的ミッドフィルダーとしてレギュラーに抜擢し、才能を開花させ、後に日本代表の中心選手、そしてヨーロッパでも活躍するほどのスタープレイヤーに育て上げたことが挙げられます。その他にも乾隆、清武宏、南野匠など多くの攻撃的選手を若くから起用し、いずれも海外で活躍するほどの選手に育て上げました。これらの功績はセレッソにおいてのみならず、日本サッカー界全体に貢献したと言っても過言ではないでしょう。2021年に4度目の監督に就任した際は、成績が振るわず半年で退任となってしまいましたが、
監督業を実質引退していたにもかかわらず、セレッソからのオファーであったため引き受けたようです。この退任をもって完全に監督業引退となりましたが、そういった義理がたいクルピの人間性も含め、多くのセレッソサポーターに愛されたことでしょう。いかがでしたか？あと一歩のところで何度もタイトルを逃してきたセレッソ大阪。惜しくもタイトルを逃した翌年に J2 降格したり、J1 昇格直後は躍進したりと、なんとも不思議な浮き沈みが激しい歴史をたどってきました。しかしここに来て安定した成績を残し始めているセレッソが、今後悲願のリーグ優勝を果たす日はそう遠くはないでしょう。